イヤマス2017は例年同様修了生の研究だけではなくてプロジェクトの研究も同時に見られるということで、イヤマスのことが全てわかる展示会だったので、とてもいい展示会になったと思っています。修了生で話し合ってできるだけ真ん中に仕切りを作らずに大きな空間を作るという展示にしたんですけれども、そのことによって逆に作品の密度が高く見えてジャンルを横断した研究を行っているイヤマスの良さをうまく伝えることができたというふうに感じています。また例年に比べて真面目とかポップといった感想があったんですけれども、それも私たち大学院15期生の雰囲気をうまく伝えられた結果なのかなと思ってます。それぞれの作者の悩みながら制作してきた過程を見ているので、どの作品も本当に好きなんですけれども、あえていくつか挙げるとすれば、例えば上田晋平君の作品空間設計としての作曲は、体験として椅子に座った時に本当に音が消えるということが実際に体験できるのが、とても面白かったです。そしてジェヨンさんの作品愛総理優総理に会おうは、ジェヨンさんが作ったキャラクターである総理のインパクトが強くて、卒戦の会場内でもひときわ存在感を放っていました。あとは山本美里さんの作品二人の間は、母と子を隔てるメディアとしてタンスに見立てた壁を使うというものだったんですけれども、そうした最先端のメディアではないからこその現在のイヤマスらしいメディア表現であったのではないかというふうに感じています。イヤマスは年代も専門も大きく異なる、情報科学や芸術にとどまらないさまざまなバックグラウンドの方々が集まっている学校です。個人制作においては今まで一人ではできなかったいろんなことができたと思ってますし、プロジェクト研究においても先生方の指導のもと専門性を持ちながら領域を横断する活動というものに参加することができました。そうしたこともイヤマスならではだったんじゃないかなというふうに考えています。イヤマスの2年間は本当に先生や仲間に恵まれた2年間でした。今回の卒展の実行委員長をさせていただいたんですけれども、本当にいい卒展ができたと思ってますし、これから各々がそれぞれの形で、あらゆる形の創作活動を行っていくいいスタートを切れたんじゃないかなというふうに思っています。これからも同期の方々と、あとイヤマスの先生方、それから卒業生現役生の方々といろんな形で協力しながら活動していければなというふうに考えています。ありがとうございました。保管するってことを念頭に置いて、加速されて。